はい、どうも、今回もおいでよ動物の森やっていこうかなと、思いますけども、今見たらさ、前回手に入れた凱旋門なかなか雰囲気良くないっすか？で、たぬきちの店がね、11時に閉まっちゃうんで、はい、あと12分以内にね、行かないといけないので、さっさと行ってしまいましょう。用があるんでね、今回も。いや、ほんとなんか、動物の森の夜っていいよね。個人的にはめちゃめちゃ好きですけど、実は2日ぐらいね、動物の森起動してなかったんで、若干花が枯れちゃったりしておりますけども。はい、どうも、たぬきちさん、はい、目玉商品ね。この目玉商品が、結構今回は重要で、はい、また今回もソールドアウト状態でございます。はい。たぬきポイントシステムズのね、ポイントを貯めるには、こうしていかないとね、なかなか、たまらないんで、欲しいもんだけ買ってるとね、全然たまらないんでね、欲しくないもんでも買わないとね。さすが八郎さん、お目が高いだな、もうそれは本日の目玉商品鎧兜だもって言われた瞬間、え、やば、え、 BGM 変わってる、え、すごい、何これ、え、なんか BGM 変わってる、あれ、俺だけなわけないよね。皆さんも聞こえてるよね。はい。鎧兜って出た瞬間、あれ、これラッキーアイテムじゃねって思って調べたら、案の定ラッキーアイテムだったので、はい。なんか、すごい壮大な感じの BGM 流れちゃってるけど。まだ11時じゃないよね。はいはいはい。まだ。え？これ何の BGM？ ちょっと待って。俺 YouTube とかつけてたっけ？え？これゲームオンだよね。もう一度確認しますけど、いや、ゲームオンだわ。音量スピーカーで見たところ 3DS から流れてる。え、どういうことこれ。いや、この BGM さ、多分だけどさ、閉店10分前だからかな、こんな BGM 流れるんだ。皆さん知ってましたこれ。俺全然知らなかった。閉店10分前だったら BGM 変わるんだね。この BGM 結構いいよ、たぬきさん。はい。一応見とこうかな。一株63メル。これたまたま株価開いたけどめっちゃ安いな。激安じゃん。いやー、よかったよかった。というか、閉店10分前だったらさ、BGM 変わるんやね。初めて知った。閉店まで店内にいたらどうなるかってのも検証したいんで、急いでラッキーアイテム自宅に置きに行こう。家入る瞬間にちゃうやん、てれーんってなったけど、いや申し訳ないな。まあちゃうやんはあんまり好きじゃないんですけどね、デザイン的には。どうしようかな。鎧兜は特に色なかった気がするんだけど、どう。あー、なんか、うん、赤でもないし、黄色って言われても違うよね。これ黄金っぽいもんね、金っぽいもんね。鎧兜似合わんな、このキノコシリーズ家具の中に入ってるのは。うん。武将だもんな、普通に。いやー、似合わねえ。キノコシリーズ家具の中では。この、招き猫も微妙だもんな。とか、キノコシリーズが独特すぎてさ、キノコシリーズの中に昆虫置いとくとめっちゃ映えるね。インスタ映えめっちゃするわ。じゃあ、あと、たぬきちの閉店まで7分あるから、それまでにローンの返済行こう。ローンの返済。おー、ちゃう、あ、そうなるんだ。まっといてくれたん、ほんまに。中入ってる間もずっとてれん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 ってまあそういうことではないんだろうけど。どうもよう、ハツタッチ。俺たちいつまでもこんなありきたりの挨拶してちゃダメだろう。ちょっと時間かかること言わないでよ。もっと渋い挨拶で大人っぽく呼び合おうぜ。あるよ。もちろん、ハッタッチ、それはおめえが考えるんだ、あるよ。いや、マジか。ちょっとサクッと考えるか。ちょっと今時間ないんだけど。どうしよう。いや、今こんなんしか思い浮かばん。まあ、ちょっと適当だけど、すまん。こんなところでどうでしょうか。シェイシェイまあ、ちゃうやんって、おそらく、中国だと思うんで、あるよとか言うしね、語尾。これからはマジで、シェイシェイって挨拶しちまうぜ、あるよ。いや、今時間ないからごめん。こんなもんしか思い浮かばんな。か、なんか気恥ずかしいけど、なんでだよ。これが俺とハチタッチの絆になっていくんだ。結構重たいこと言うな。
遠慮しねえで、これからもガンガン俺に話しかけてくれよな。うん、まあ話しかけはするけどさ、俺的な予想だよ、ちゃうやん、すぐ引っ越すと思うな、なんとなく。うん俺があんまり構ってないキャラってね、すぐどっか行っちゃうんだよね。だからだいぶ、あーでもトラコはなかなか長期間行ってくれてるね。何もしてないんだけど、永住処理とかも何もしてないんだけど、うん、結構長い間いてくれてますけど、やっぱね、結構早いんだよね、引っ越してから次に引っ越すのが。結構住民さんたち、やっぱり本当にこの村にいてほしいキャラクターっていうのは。大丈夫かな、時間。ちょっとトラコやめてくれ、ごめん、あと4分しかないんだ、たぬきちの店の閉店まで。それまでロン、ちょっとお前らグルだろなんでいつにも増してトゥルンってなるんだよ。やべ、マジあいつらグルだぜ。あ、こっちじゃねえ、住民課じゃない。右、ペリミ、早く早くして、急げ。はい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 、ち、客課じゃねえこっちは急いでんだよ。はい、引き出してローンの返済さっさとしちゃおう。引き出して、まあ、30万ベルぐらいでいいでしょう。はい、がっつり引き出しちゃって、うわすげえなー、超大金だな。でローンの振り込みで、はいはい、さっさと。やべ、時間ねえな、あと3分。うわー、ごっそり持ってかれたなー。うん、これで全額払い終わりだわ。ち、それじゃあ売り込んどくわね、つまんねーの。他にもなんかあるわけ、さっさと済ませてよって。口悪すぎるだろ、ベリミー内心思っとくのはさ、別にいいけどさ、もうカッコで出すな、カッコで。まあまあまあ、こんなところでいいだろう。急げ。よし。やめてくれ。あー、この演出も、今はいらん。よかったー、おうちょろだけでも笑い終わった。まあ、それはいいんだけどさ。はい、急ごう。よし。今時刻は ?58 分。いいね。で、俺がやりたいことっていうのは、閉店の時間になって、たぬきちの店内にいたら、まあ、どうなるのかと。なんもなんないのが一番面白くないんだけど、ちなみにだよ、ちなみにこの右の服屋さんはなんもなんないです。はい。デザインとか書いてる時に、閉店時間になっちゃったことがあったんですけど、一回出るまでは、いさせてくれました。確か。中入っとくか。はい、どうもー。迷惑。え、なに?なんとなんと、八太郎さん、予想してなかったな、これは。本当に、ちゃんと払っちゃうとはびっくりなんだもん。あ、ローンのことね。あ、びっくりしたえ、簡単すぎて手応えがなかったって、そんなこと言っとらんわ。そうだな、もそれならこの際だから、フロア1回分建て増しするぐらいの気持ちで、もうちょっとお金かかる増築をしてみるんだもん。するよ。まあ、これしないとね、ハッピーホームアカデミーのポイント伸びないですからね。やってみる。やっぱりね、八太郎さんならそう言うと思ってた。なんかこの BGM 流れてるとさ、閉店10分前の。なんかめっちゃ壮大なことやってる気分になるな。それじゃあ建て直すとして、新しいお家の屋根は何色がいい？まあ最後の改築の時には黄色にしたいんだけど、まあそれまでは何色でもいいかなって感じはするけど、違う色何があるんだ？あ、意外とあるな。ピンクとかいっちゃいます。派手な感じで。いっちゃいましょうか。はい。じゃあ、明日には建て終わってる予定だし、楽しみにしててね。だも。はぁ。またやっちゃったよ。またお金かかることやっちゃったよ。はい。ところで、八太郎さん、こんなことは言いたくないけど、今日はもう営業時間を過ぎてるだな、もう。そろそろ、店じまいしたいし、今日のところは帰ってほしいだもん。また明日来てだな、もう。ああ、こうなるんだね。たぬきちは。うわ、追い出されたわ。もうすぐ、店内の、電気切ってさ、タヌケチって冷たいよね、ほんとに。現金のやつだよ。営業時間終わったからってね、すぐ追い出されて。ほんとにね、このエイブルシスターズの方はね、時間外でも営業してくれてましたからね、デザイン書いてる最中は。うん。多分ね、デザイン書いてる途中にさ、11時になってさ、はい、出てってとかやったらさ、もう最悪じゃん。
いや、まだデザイン書いてるんやけどってなると思うんで、多分その影響で、デザインの関係で多分、11時になっても、追い出されないんでしょうね。まあ、また今度、デザイン書いてみましょうか。どういうデザインがいいですかね、次書くとしたら。まあ、何か、まあ、クオリティは正味高くないんですけど、まあ、こんな風なのしか書けないんですけど、まあ、クオリティは高くないにしろ、何か書いてほしいものとかあれば、リクエスト等あればね、コメントに書いていただければ、まあ、できそうならやります。はい。できれば動物の森関係で、というか動物の森関係でお願いいたします。村の環境の最高カウンター、今13回まで来てます。はい。あと2日最高の環境を保てば金の上炉が、手に入るはずです。なので、もう特にやることなくなっちゃったんで、日にち飛ばしましょうか。はい。今回で金の上炉ゲットしてしまいたいんでね。はい、ゴー。おー、あ、そっか、日にち飛ばしたからか。あー、時刻も変更しときゃよかったな、これ。11時じゃん。まあまあまあ、後で変えよう。でかくなっとるね、これ。確実に。ちょっと中入ってみよう。いや、狭っ。狭いなぁ。あー、ほんと、なんもない部屋っていいよね。なんだかんだ言って。こんな感じですけど、どうしようかな、2階は。何のシリーズ家具置こうかな。まあ、正味何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、まあ、とにかく俺は、ハッピーホームアカデミーの得点稼ぎがしたい。あとは、ペリミニ、あと2階、最高だよって言ってもらうだけだね。はいはい。あー、めんどくせ。こっちは住民課だけど、なんかよう、ようだよ。じゃあ、住民から、よし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 、あと1階なはず。うん。俺の記録用紙が間違ってなければ、今14回目なので、あと1回最高だよって言われたら、はい、金の上炉って言って渡してもらえるはず。予定通りであれば。じゃあ、毎日やること決まってるんで、やることやって、金一もう1回飛ばしましょう。新しい住民じゃないこれ。いや、見たことあるけどな。師匠か。あ、君、いいところに来たね。あれ、これ住民か？こうして会えたのも何かの縁。せっかくだから、ちょっと和んでいこうよね。僕、こう見えても、ちょっと前まではそこそこ売れてたコメディアンでね。だから覚えてんのが、これ住民じゃないな。新しい住民かなと思ったんだけどね。結構いろんなネタできますよ。できます。例えばね、そうそう。こんなのってどうなのかな。隣の空き地に囲いができたんだってね。うん、壁。え？どういうこと？なんだい？せっかくの応援のネタを披露したってのに、何のリアクションもしてくれないの？ネタだったの？ごめん。それってちょっとひどいじゃん。それとももしかして君、僕のことを知らなかったりするわけ？ま、知ってるっちゃ知ってるんだけど、ま、外見だけ？まあ、一応知らないって言っとこうかな。ああ、やっぱりね。やっぱり僕のことなんて今の人は知らないか。昔の人も知らないんじゃないの？もう終わりだね。おしまい。始まってもないと思うけど。そろそろ引退した方がいいのかもなーって思っちゃうよね。こんな辺境の村に来るぐらいのさ、コメディアンだから、おそらく売れてないと思うんだけど。あんま言いたくないけど。でもね、長年磨いてきたこの芸が、このまま忘れ去られていくのは、ちょっぴり寂しいものがあるんだよね。そうだ、君、僕を助けると思って、このネタとツッコミいろんな人に流行らせてくれない？そしたら僕の人気にももう一度火がつくかもしれないし、もう一回もついてないんだよな、そもそも。うん。ねえねえ、お願いだよ、僕の弟子になると思って引き受けてちょうだい。弟子にさ、ネタ広めてって頼む師匠とかいる？名前が師匠だけどさ、性格というか、その人柄は全然師匠っぽくないよね。まあ、一応引き受けとくよ。しゃあないな。じゃんじゃんじゃーん。これで君は名実ともに僕のお弟子さんってわけだよね。逆のような気がするけどね。俺が師匠な感じもするんだけど。え、何僕の名前はね、芸のために特
くに捨てたよ。なんで捨てる必要あるんだよ。僕のことはただ師匠そう呼んでくれればいいから。なんか渋いな。わかったね。はいはいはーい、はいはいと。うん、どっちにしようかな、これ。いや全然違うよな。はい、やる気なさそうな感じでいこう。はいはい、返事は1回でいいってば。仮にも僕は師匠なんだからもうちょっと真面目だね。まあいいや、とりあえず始めようか。ね、なんと言ってもゲイの基本はネタを披露した後のボケとツッコミ、最近の言葉で言うリアクションってやつなのよ。リアクションはね、勉強して覚えるようなもんじゃないんだよ。見て覚えるの。芸を盗むっていうのはつまりそういうことなのね。まずは僕がこれからちょっとしたリアクションしてみせるから、そうしたら君はすかさず僕の体をタッチするんだよ。 X ボタンを押してもいいよ、同じ効果があるからね。ゲーム的なんだよな、この説明が。じゃあ言ってごらん、触ってみてもいいですかって。そして触ってごらん、僕の体を気持ちよくツンツンって。でこれで X？ おう、うん、それだよ、それ。よくできたよ。これがボケとツッコミなの？全然漫才になってないけど。これで君は照れるっていうアクションを覚えたんだよ。あ、リアクション覚えたんだよ。あれ、そんな機能あったんだ。覚えるよ、動物の森って。覚えたリアクションはキーボードウィンドウから使えるから、早く僕みたいに使いこなせるコメディアンになるんだよ。へえ、おいでよ動物の森にもさ、リアクションなんていう機能あったんだ。へえ、そうなんだ。これか、リアクション。へえ、あー、そっかそっか。一応オンライン機能あるもんね。俺がリアルタイムでやってた頃はね、確か家に Wi-Fi がなかったんですよ。なのでネット通信とかやったことない気がするんだよね、 Wi-Fi なかったから。いやー、やってみたかったな、おいでよ動物の森で Wi-Fi 通信ね。いや、最近は金の上路関係の動画ばっかりだったんでできてなかったんですけども、あと埴輪結構集めてきてます。はい、今3ページ目に差し掛かってるんですけど、これ結構集めたと思うじゃん。しかも名前一つも被ってないんですけど、ちゃんと。あとリストも作って調べてはいるんですけど、あとどんぐらいかっていう。これね、半分もまだゲットできてないはず。うん、半分ちょっと行ってないぐらいかなぐらいの、はい、感じですね。本当に埴輪ね、えぐい数あるんですよ、種類が。これ実際全部集め終わったら部屋に出してみようかなとは考えてるんですけど、そのね、出す作業も多分やばいと思う。この今出してるシリーズ家具とか全部引っ込めてやんないと多分入んないんじゃないかな、全部一つの家に。まあそんぐらい多いですね、数的には。まあ最近金の上路関係のことばっかで、全く化石には触れてなかったんで、化石とか寄贈関係ね、まあちょこちょこは溜まってきてるんで、一気に寄贈しに行っちゃいましょうか。いやー、久しぶりだね、風太くん。いや、というかトタケ系のさ、ディスクも集めないといけないんだけどね。いやー、なかなかね、おいでよ動物の森内容濃すぎてね、なかなか、マイパート少しずつしか進めらんないからね。はい、お願いします。美味しいコーヒーお願い。まあ入れたてとか言いながら横のスッて取ってくるだけなんだけど、このコーヒーも。まあなんだかんで言って憩いの場所ですよね。なんだかんで言ってね。では冷めないうちに、はい、もらいます、すぐに。はい、ありがとう、オーナー。オーナーじゃねえわ、マスター。苦い、くせになりそうな、ビターでそら。はい、美味しくいただきました、マスターありがとう。いや、このコーヒーもね、最終回までに何回飲むんだろうと思うとなんか寂しくなりますけども、